最近ヒヤッとしたことは何でしょうか。ヒヤッとしたことはこれラジオで話してここで話していいのか分かんないんですけど、あの週刊誌の方にストーカーされたことです。ストーカーというか普通にあの、まあ、芸能人だったらあるあるだと思うんですけど、あのやっぱ車をね、あの自分であの免許取って車を買ったばっかりなので、何が撮りたかったかは分かんないですけど、家からテレビ局まで後ろに疲れたのはちょっとヒヤッとしましたね。はあ、うん、確かにそれがそのメディアの方とは限らないし。そうなんですよ、だから最初分かんなかったので、シンプルにストーカーだったら怖いなって思ったので、でもあの週刊誌の方だって聞いてちょっとホッとはしたけどヒヤッとしましたね。初めてだったので、だから自分は自分で守るしかないので、結構最近のテーマといいますか、自分で守ろう、まあ、SNS もそうだし、なんか自分で守れるものは守っとこうと思いますね。それこそ身の安全をあの気をつけるために、なんかちょっと最近 Amazon で検索とかしてます。 Amazon で検索ですか。なんか自分の身を守れそうなものを検索したりとかするので、そうですね、自分を守りたいです。